で、通知を送信。はい。はい、こんばんは。こんばんは。群馬の夜なんですです。今日もよろしくお願いします。すでにもう誰かが見てくれてますね。そうですね、本当だ、早っ。あ、こんばんは。こんばんは。今日はちょっとまた今日もゲストを迎えて迎えてちょっとお話しさせてもらいます、はい、と思ってます。で、今日は観覧車も2人観覧車の2人あ、うん、今日はスタジオに見に来てくれてる人が2人、ね、うん、はいはい、僕の友達です。めっちゃ仲呼び立てられてる不死夫婦。ありがとうございます。あ、増えた。バンドマン2人と外側のガヤもあるかもしれない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、大会もう見てる、このスタジオに来てる人大体もう顔超グロッキー。ちょっと、あれ、教えて。あ、ありがとうございます。じゃあ、それまでは死ぬ。じゃあ、その時、中根さんとやっていいかな。よかったです。近づいてます。初めて聞きました。本当だ。そういえば、うん、番宣も作りました。ああ、こっちでは多分流れ、ツイキャスは流れてないんだけどね、確か。そうそう、電波放送の方だけ、うん、聞けるんですよね。そうです、はいはい、10秒前。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。5秒前、4、3、2、1。ブンバロー夜なんでさあ、今週も始まりました、ブンバの夜なんです。はい、FM 宜野湾から、うん、夜10時、うん、11時、この1時間、はい、毎週月曜日放送させてもらってます。今週も始まりました。始まりましたね。いや、今日は観覧車も来てるよ、スタジオに。そう、そう、だからその観覧車ってなんかあの言い方、観覧車、閲覧車当たってるけど、うん、なんかイントネーションが違うのか分からんけど、うん、あのそこの観覧車の方とも分かってた、チャタンの、あ、チャタンの方、あー、あそ、あちらの、あー、なんとかならんもんかね。観覧車まあまあ見てきてくれる方が遊びに来てくれ、生で見てきてくれる方も3人いらっしゃってます。いらっしゃるので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう僕のもう先輩やら、もう先輩やらが、先輩やらが一緒の車でね、乗りで見に来てる、一緒の車でね。そう、今日は来たんですよ。はいはい、今週も始まりました、ブンバの夜なんです。はい、いやでもなんか今日はね、あとはスペシャルゲストも来てますね。うん、後でご紹介できたらね、本当に、うん、ちょっとツイキャスをご覧の方はもうもしかしたら、うん、画面、あ、そうだね、端の方に見えてるかもしれませんけど、はいはい、ぜひぜひお楽しみに、お楽しみに。で、そうですね、このブンバの夜なんです、サイマル放送も行っております。リスンラジオをお持ちの方は FM ギノワンを選んでお聞きください。で、あとユーストリーム、ツイキャスでも放送してますので、うん、FM ギノワンのホームページに飛んでもらえればそこからあの見ることできますので、はい、ぜひぜひ。で、あとコメントも受け付けております。メールアドレス797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com。 ぜひぜひお便りたくさんお待ちしております。さて、話すことがないですね。冒頭から、冒頭から意外と話すことがない、ね、あ、うん、あれだな、昨日のライブ、うん、あ、はい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 、ちょっとありましたね、はいはい、沖縄市スラムバーにて、うん、コヘピッピさんっていう、あのポルポコっていう昔フリーマガジンを作
作ってた人がいるんだけど、ポルポコ、うん、なんていうのかな、サブカルマガジンっていうのか、なんていうの、サブカルチャー誌、沖縄で、そうそう、なんか、うん、そのフリー大学に、うん、各大学ってフリーペーパーがあるわけさ、その大学が行っている、うんうん、それをそれの悪いところをなんかつくみたいな結構そう隙間なんかすごい、ある意味なんだろう、斬新ななんか風刺画とかが書いてそうな、そうそう、風刺系のなんかそういう面白い感じの、なるほどね、やその編集をしてた方がいたんですけど、はい、その人のイベントで、うん、Dear Summer I Hate You っていう曲、そのちょっと発音よく言ってみて、 Dear Summer I Hate You、 ありがとうみたいな、うん、ちょっと上手かったんじゃん、 AK2 級の実力はあったでしょ、でも1年間留学したって割にはって感じじゃん、確かに3ヶ月ぐらいでできそうよはいはい、それで、そうそう、まあまあそれで出てね、うん、スラムバー、もともとこのイベントが、うん、7月の24だったかな、うんうん、24にスポートっていうフランスからなんと沖縄に ね来るわけさ、このガイタレさんですよ、ガイタレさん、はい、なんていうの、ジャンルで言うとエモっていうんだけど、ちょっと難しいので、まあ、難しいよね、簡単に言えないんだよな、まあ、YouTube で、うん、YouTube で聞いてもらえれば聞いてもらえば一番面白いんだけど、はい、それのプレイベントで、はいはい、そのなんていうのかな、日本と、うん、その海外のライブの仕方が全然違うらしくて、コフィッピさんが言うには、うん、でだから日本は結構だからスタジオっていうか、スタジオじゃない、ライブハウスでステージの上でガーンってやったりするさ、うんうん、あっちの人たちがなんていうの、ステージも存在しないで、うん、もうお客さんのなんていうの、同じ目線でライブをするフロアライブっていうのがあるらしくて、うんうん、その方式を取って先月、昨日やらせてもらってね、面白かったね、なんかね、うん、やっぱ今までちょっとなんていうの、うん、やっぱ日本だからなのか、この、うん、ほらステージの上にいて、うん、ステージで普通になんかやるみたいな、あー、うん、なんかそれの視点がっていうか、なんか雰囲気がなんかそれに慣れてたって言ったらあれだけど、うん、すごいなんか斬新な感じに、うん、なったよね、なんかね、うん、視点がさ違うだけで、なんかステージに立つとやっぱちょっと上になるじゃん、そうそう、そのなんていうの、立ってるこの、まあ、高さが全然違うから、うん、だから見える景色っていうのが、まあいつやっててもまあまあそれまあ分かるさ、なんかイメージはつくじゃん、まあとりあえず俺たちはフロアライブをやったってことで、そうそう、うん、でフロアライブはなんかそのなんていうの、視線がお客さんと一緒だから、うん、なんていうのかな、よくライブするときにさ、いろんな人が言うのが、俺たち今ここ4人で戦ってて、お客さん、なんていうの、そうそう、言う人いるさ、だから100人来てたら、だから100対4だけど、みんなで、あ、だから100対4で勝負していますみたいな感じで言うんだけど、言ってるな。なんかフロアライブ逆で、なんかもうお客さん、なんていうのかな、本当に音楽を楽しむような、なんかそういう、なんていうのかね、なんかストリートライブみたいなやつを室内でやったみたいな。で、なんかすっごいうるさい音で、もうドッカーン鳴らしてね。確かに。なんかもう耳がちょっともう ね飛びそうなぐらいどでかい音で ね最高だったね、あの小座の。ちなみに昨日のライブは入場も無料っていう、うん、そう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 、そう入場無料で、うん、ドリンクだけ頼むんだっけ、そう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 、ドリンクだけ頼んで、ワンドリンクだけ頼むんだ、実質ライブを見るに関しては、うん、500円で、うん、500円で、まあお金はかかっちゃいますけど、でもチケット代を取らないっていう、うん、そう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 、なんか なかなかないね、なかなかないね、うん、なんか日本っぽくはない感じ、そう思いついてもなかなかやるまでいかないというか、うん、だから実行、そのなんていうのかな、実行できたそのコフィッピさんの行動力とかもすごい、うん、すごいなと思ったし、はいはい、なんか本当になんか雰囲気が全然違う、本当に、うん、ライブするだけで、であと投げ銭方式とかね、あ、そう投げ銭方式だ、そうだそうだそうだ、うん、あの空き缶用意してから、そうそう、クッキーの空き缶用意して、なそこにお金入れてくださいって投げ銭ってなマジックで書いてからね、でもライブ終わった後さ、うん、なんか知らんけどお前の免許証が入ってたけどどういうことかそうだ忘れてた、あれしかもまだあれでしょ、うん、ちゃんと、うん、なんていうの、まだ生きてる、あ、生きてるやつじゃあなんかライブ中になんで入ってんだろうなと思って、なんだっけな、俺投げ銭ライブ演奏してる時に、うん、投げ銭もやってるよみたいなこと言ってから、うん、なぜか俺自分の免許証入れた分投げ銭に、もういい話さんでいい、それはごめん、まあ本当にでも楽しかったよね、うん、楽しかったね、うん、そういう風になるくらい、うん、なんか、うん、なんだろう、お客さんも見たことない人ばっかなんだけど、うん、そのなんか出てたバンドが全部味が違うっていうか、確かに、うんうん、ジャンルが全然違うバンドが3バンド集まって、うん、もう小なんていうのかな、もみくちゃな、なんていうの、もうごちゃごちゃしてる感じさ、ジャンルでいうと全部お互いが、うんうん、もうでお互いのそのなんていうの、結構その癖の強い部分のバンドが結構集まった感じがして、うん、なんか
結構やる前はどうなるんだろうな、どういう流れになるんだろうなと思ったら、うん、その意外とあったかい空気で、うん、知らない人もなんか乗ってくれたりとか、ね、うん、楽しかった。なんか今までにない感じのなんかねライブの仕方ができたんじゃないかなっては、はいはい、本当に思ってます。いや、小江ピッピさん、まこっちゃんさん、中谷子さん、こんばんは。はい、こんばんは。まこっちゃんさん、昨日のフロアライブ楽しかったです。スポットライブを8倍楽しめるトークみたいな試みはもっと増えてくれると勉強にもなって助かると思いましたと。はあ、だそうです、コヘピップさん。あ、そう、コピップさん見てるんだよ。そう見てるから、ね、でも本当になんかあれだよね、うん、ライブプレイイベントプレライブ、うん、プレイイベントライブみたいなやつで、うん、なんかトーク、うん、あのスポートのプレイイベントライブだからスポートについてのこのなんかトークとかをやってたじゃない、うんうん、まあ、今言った通り、うん、これもなかなか聞かないというか、俺は見たことがなかったというか。ああ、だね、プレイイベントね、確かに そのバンドについて説明したり、うん、そのバンドのやり方だったりとか、うん、やっぱ国が違と、うん、ライブの方法も違ってきたりだったりとか、ね、自分も聞いててすごい勉強になりました。そう、なんかコピピさん途中でなんかねプレゼンっていうかね、なんていうのかね、なんか大学の講師みたいな感じ。そう俺ね、大学行ってたんだけど、はいはい、なんか俺が好きな大学の何で講義でこれあったらもう毎回出席して、うん、もう超真面目にレポート書いてたぞ俺。受けたい授業1位になったかもしれないと。受けたい授業1位だったね。はあ、なんかすごい良かった。はいはい、まあ、うん、そういう今日は、今週ってか先週の出来事でしたね。はい、じゃあなんか1曲そうですね流しますか、うん、って言いつつちょっとさパソコンの調子が悪くてさ、うん、違うだろお前、単純に準備しなかっただけだろ多分。うん、なんか流れなくなった。流れなくなった、ビーズも流れない。はあ、どうすればじゃあ。ちょっと待って、まあいいよ、待つよ。ビートルズ流れるかな。今日はビートルズ流れないな。流れない。流れない。どうしようか。これは困ったな。ね、ちょっとまあこういうこともあるよね。うん、こういうことばっかしかないけど。確かに。いやー、こういうことがあるの。じゃあちょっと小江ピッピさん、異色な組み合わせだったけどいい感じでまとまってたねと。ありがとうございます本当に。確かに。本当にね、なんかその後ね、おしゃべりもなんかその終わった後、うん、なんか小江ピッピさんといろいろ。喋る機会いただいて喋ってたんだけど、うん、なんだろうね、そのやってよかったみたいななんか感じで、で、うん、結構こういうのが増えていったらいいねみたいな感じで話してたね、うん、話してたね、話してたねっていうかそういう話になったね。、うん、でも本当になんかこういうのも変なですけど、うん、主催してくれてありがとうございます。あ、本当に、はい。流れた。ビートルズが流れたみたいですね。ビートルズが流れた。待ってよ、ビートルズじゃないんだよ。中谷子さんがアカペラでやる。アカペラか。アカペラな。アカペラっていうのは処刑だよね。いやいやいや、まあ、それができるバンドもいるんでしょうけど、どう、自信ある？そういうバンドになっていくように頑張っていきますので。言ったからな。本当だよ、お前ちゃんとやるよ。やらせていただきます。絶対やらないやつですこれ。いやいや、やるよやるよ、はい、頑張ってますから、まあ、どうでしょう、まあ、曲の方は準備できましたか？ありますよ。ね、はい、じゃあ今日は1曲またちょっと、うん、洋楽の曲を1曲流させてもらいます。洋物を、洋物をちょっと、はい、孝太郎厳選の最高の洋物をちょっと流させてもらいますね。じゃあ聴いてください。21パイロッツで、ヘビーダーティーソウル。なんかこんな重くなってんの。だからね。はい、こんばんは。今年もよろしく、あ、今年じゃない。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうです、洋物です。洋物をちょっと。次から入ろうね。そうだね、この、今曲が流れてて、で、この曲流れ終わった後に CM が流れて、その CM、まあ秒数がカウントされるから、このタイミングで一回もう一回、俺なんかブンブンなんですけどに、じゃ今週のゲストを紹介します、何々さんですって、あ、まあ、知らないけど、あかねですって、どうも、みたいな感じで、よくないです。アカペラする気？あ、違います。あ、アミンペさん、こんばんは。こんばんは、やっと生放送、聞けた、わら。ありがとうございます。ありがとう。この前、埼玉から
はいはい、見に来てくれてた、はいはいはい、知ってるよ。そうそうそう、この前一緒にだってラジオやった時も、あそうなんだ、ね、ヤーミンペさん、ヤーと生放送、えヤーと生放送聞けたらしいでしょ。うん、何の話をしてるの。ありがとうございますじゃあなんか YouTube めっちゃ聞いてたとか言ってた、うんうん、その収録終わった後のむむむむむむむ、これは楽天カード持ってますか。持ってません。これやばいな、これ言わない、言わない、言わない方がいいなまあ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 、まあ、今日はなんかまあでも結構ね、ツイキャスも結構見てくれてて、うん、本当にありがたいですね。ありがたい、もうありがたいな、ゆういちありがたいよ、うん、お正月のようだね、お正月かと思った。 YouTube に載ってる過去のラジオのばっか見てました。ああ、そういうこと、ほらほら、なるほど、そうそう、ああそういうことか、そう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 、あなるほどなるほど。俺めっちゃ今冷や汗かいたんだけどね、俺もなんか一瞬、うん、ああって感じだったけど、ごめんなさいっていう、すごい変な話の切り返し方をしてしまったありがとうございます、ありがとうございます、本当に。なんか意外とね、 YouTube も聞いてくれてる方いらっしゃいまして、うん、なんかそのいろんな人に会ったりした時に YouTube で聞いてるよとか言われて、すごいなんか嬉しかったり恥ずかしかったりね、なんかそういう気持ちになりますね。いや俺はならないけど、つい俺今日お前の味方じゃないから、うん、今日は戦う感じでいきますか、バチバチでいこうか確かに今日コウタロウ分かった、もう喋ってる時に思ったのは、もう今日はなんていうの、うゲストも来てるし、なんだろう、なんだそういう感じでいくんかなゲスト来たらテンション下がるわ俺呼ばん方がいいな、だったらいや、そんなことない、じゃあゲスト側に立つ、ゲスト側に立ってるんだなと思って、3対1かなんで、まあそうだろうね、そうなんだね、うん、そうなるだろうね、はい、わかりました、うん、いや、4対1になれ、4対1 4対…まあいいや、なんでもないですね、うん、まあ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 、2人の仲ってそんな感じなんですか、おわら、なんとも言えないです、なんとも言えない、じゃあ仲いいっちゃ仲いいけどね、なんかでも1日に1、2回くらいはお互いにイライラしてると思う、多分ね、そうだねお互い、なんか多分イライラする回数でいったらトントンぐらいだからね、多分トントン本当にね、ある意味それが仲がいいってことになるかもしれない、うん、なんかね、あれだよね、なんか2時間ぐらい喋らないで同じ部屋にいても大丈夫な感じだよね、うんうん、比喩とかはもうそう、今日も何気にね、あ、そうだ、一応ね、今日はゲストが、うん、来てますので、後で紹介しようかな、今この後ですね、この後、はい、若手の、しかもイケメンズ、若手のって言い方もちょっとどうかと思う、若手多分歴で言ったら同期くらいだはずよそっか、うん、頑張ります、ちょっとじゃあ、じゃあ本当にすごいんだよ、でもほんとこのバンドマジでもうなんか、なんか沖縄にはいないタイプの、あ沖縄っていうかその結構県外のバンドでもあんまりいないんじゃないかなってタイプの、確かに、うんうん、聞いたことない感じ、なかなかね、簡単に言えば、うん、なんかでもすごいいい曲ですよ、うん、そう、あのね、昨日のフロアライブでも一緒に、うん、一緒にやらせてもらってね、うん、そう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 すごいいいライブしててから、あ、まこっちゃんさんからちょっとあのその質問もまた後でやります、あ、後でやります了解です、そろそろ CM が どうなんだろうね、これ曲によって別かもしれないね、もしかしたら、うん、どうかわかんないけど、はい、次入ってきてね、紹介するから、あ、じゃあ呼ぶから、ブンバの夜なんです、はい、 CM が明けまして、うん、はい、あれまた音が流れないさ
調子悪いね。もう捨てよ。パソコン捨てますね。もうこのマックダメだよ。ダメだよ、ダメだよ。じゃあね、先ほど流してもらった、流れたのは、21 Pilots で、はい、ヘビーダーティーソウル。面白いよ、このアーティスト。これやばいよね。あのさ、なんかね、ボーカル、まあ、メインボーカル兼、ピア、大体いつもはキーボードとかピアノを弾いてる方が一人と、あとドラムを全力で叩くっていう二人組のアーティストなんですけど、もし気になる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ本当に見てください。すげえエミネムみたいなラップするよね。うまい、ラップがうまい。ラップ、ピアノ弾きながらラップするさ。と思えばいきなりウクレレ弾き始めるみたいな、あの謎の感じがすごいかっこいいです。なんか癖になるね、はい、さあ、はい、今日はゲストもね、ゲストが来てます。呼んでおります。呼んでおります。もうあのもしかしたらツイキャスライブをご覧の方は画面端の方で見てた、見えてたかもしれないですけど、はい、紹介しましょうか、はい、紹介しましょう。はい、今日のゲストは、シャルマイケンあかね。こんばんは。デジコイチ下がった。待って、どんなテンションで行くのかと思ったけど今。こんばんは。もう全然もう普通に本当にライブハウスの楽屋にいるみたいな感じ。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シャルマイケンは、はい、なんだろうな、簡単にじゃあ自己紹介をしてもらおうかな。じゃあ自己紹介お願いします。はい、シャルマイケンあかね、2011年夏頃、当時帰宅部として中学校で仲間外れ気味にされていた4人組で結成したバンドです。そう待って、最初からちょっと冒頭からちょっとお前濃いんだけど、濃いな。音楽性はロックです。はい、はい、で影響を受けたアーティストは、みんなの歌。え、みんなの歌、あの NHK でやってます。マジ？俺もめっちゃ好き。ラってやつです。俺あれが好き。ラッター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 が好きだった。あ、なんか覚えてます。そう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 。そういう結構あったよ。そうですね。あ、ごめんなさい。話のご承知。そういうバンドです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういう感じのバンド。こういう感じです。情報がみんなの歌しか出てこない。なんか今もうなんかね、シャルマイケンは、はい、もう今いくつ？知り合ったのがね。何年ぐらい前？3年くらい前。今年20歳か。今年20歳の年でございます。知り合ったのがいつって言われたらちょっとなんか、結構前、結構前、ね、4年前ぐらい。4年くらい前か、じゃあだと思います。シャルマイケンがまだみんな16歳ぐらいの時か。そうですね、そうですね、うん、なんかね、俺最初のね、うん、初対面だから、ギターの勝也がなんかさ、はい、そのいつも使ってるスタジオハイブリッドがあって、うん、なんだっけな、帰りの車がないってなってから、しかもすっげえ体調悪そうだった。顔真っ青でから、土みたいな色しててから。で、なんかみんな、ヨナバルさ、はい、だからヨナバルのところまで迎えに、じゃあ送ってほしいですって言われてから、いいよっつって。初対面、お前、足として使われた。初対面で、そうそうそう。いや、もう、あんなに、じゃあ、あんなに顔色悪い人、なかなかいないってぐらい顔色悪くてさ。普段から顔色悪い？割とつん黒いんすよね、もともと字が黒いよね。黒なんで。ああ、そういうことか。多分それで顔色が悪く見えちゃってるのかもしれないですね。ああ、ひどいなお前。違う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 、本当にもう本当に体調悪そうだったっけさ。でも割とお前も体調悪いキャラだぜ。まあ俺も体調悪いけどね、いつもね、基本ね。今日も唇の色ずっと変わらないからな。嘘、うん、色はついてね、今日。マジ？マジ？怖いな。はい、ハールさんこんばんは。こんばんは。中田猫さん、私ヨナバルに住んでますと。おお、シャルマイケンあかねはヨナバル。ヨナバルです。みんなヨナバル。みんなヨナバルに住んでて。ああ、そうなんだ。なんかヨナバルのセールスポイントなんかあるんですか。セールスポイント結構ありますよ。結構ある。あっち何でもあるんですよ。マジ？そうね。あ、ごめん。あの、めっちゃどうでもいいんですけど。うん、全然。そういう番組なんだよ。警察署があって、おで病院もあるんですよ。病院。で、なんだっけ、カインズホームっていうなんかメイクマンとかみたいな、うん、そういう総合日曜大工系の店とか、なんかゲームセンターとか、ゲームセンターとか、ゴルフ場とか、ゴルフ場、何でもあるんですよ、ね。もう住むにはいい街だと思う。はい。いい街だね。そうです。近くにいろいろあるんで勝手がいいですね。あ、確かに。ああ、それはいいね。それが一番交通が便利ですね。うん、俺首里に住んでるはずだけど近くあんま何もないのよ。首里なんもないね。首里の石峰なんですけど、うん、まあ石峰がちょっと何もない地域なのかな。ああ、そうなんですかね。どうなんだろう。いや、何もないってわけじゃないけど。コンビニぐらいだもんね。うちがちょっと変なだけか。まあ西原ぐらいのところだからな、一応な。確かに、ね。ちょっと
しかも道沿いだからね、なんか道沿いっていうか、なんか 中道か、うん、うん、まあまあ、ごめんなさい、話の故障で、夜なばるいいところです、夜なばるいいところらしいです。あ、でもなんかさっきなんか引きこもりみたいなこと言ってたけど、あれは、あれは、うん、引きこもりっていうか、帰宅部だったんです、中学校帰宅部で、もうさっきから言葉が悪いよな、メンバーの顔色、土色だとか、違う、引きこもりだとか、違う、ひどいよな、お前、本当に。それは唇の色も悪くなりますね。悪くなるよ。目もどんどん死んでくよ、それは。え、本当に、え、あの帰宅部、帰宅部で中学校の時に集まってバンド組もうぜってなったの。そんな感じですね。そんな感じで。なんか言い出しっぺは誰とかあるの？言い出しっぺとやな。自分がギターやってて。あ、もともと？はい。で、うん、こいつと帰り道が一緒だったんですよ、松川と、はいはいはい、一緒で。いつも俺の前歩いてて。うん、でこいついつも一人で帰ってるなーと思って一人で帰って友達でもなかったの別に顔は知ってるぐらいで顔は知ってた顔見知りくらい、はい、そうです、なるほど。でそれで結構歩くの早かったんですけどこんななんか家帰って何やるんだろうみたいなこんな早く家帰って、ね、うん、どうせやることないから楽器やったら上手くなるだろうなと思って、うん、その日は自分も早く歩いて、うん、俺ん家行こうぜみたいな。もう相当やばいやつだから後ろからすごい出会いやつ濃すぎるだろう。それでが、それがきっかけで、そうですね。最初は松戸あれそれどう思ったの？そこ、いや初めはびっくりしました、ね。何こいつってなりますよ、ね。何言われ絶対ね。で言われるがまま相当屋の家に遊びに行って、うん、でそこからは一応あん楽器やってるってその時に知って、うん、まあ、その時はあんまり楽器興味はなかったんでそのまま普通に遊んでた感じなんですよ。うん、ああ、ね、ゲームしたりとか。うんうん、とりあえず友達から始めましょう。とりあえず友達から始めましょう。そこからでしたね。あ、で最初からベース？いや最初はというかギター持ってて、うん、それを触らせてもらってた感じです。あ、自分がベースボーカルやりたくて。意外。そうですね、で最初ベースやってました。今ギターボーカルなんですけど、ーベースボーカルやってて、でじゃあギターねみたいなってなったら、その勝也リードギター今の勝也が、うん、あの学校不登校で、で同じ理由で学校来ないぐらい暇なんだったら楽器やったら上手くなるだろうな。理由が一緒すぎる。とりあえず暇なやつを理由一緒探してたけど、でメンバーあいつ楽器できるからとかじゃなくて、じゃなくてあいつ暇そうなやつ、暇そうなやつみんなメンバーみたいな。すごいな。それがきっかけで始まって、はい、あれはドラムの伊集君は？は幼稚園から自分一緒で。あ、そうなんだ。一緒に砂場とかでよく遊んでたんですけど、本当に昔からの幼稚園生から。でなんか正直仲良くなくて昔から。あ、そうなの？砂場で遊んでたのに。やることがぶっ飛んでるんですよ、いろいろ。なんかそんな感じはするの見た目。もう普通に砂の中とかに埋まって真顔でいるような。例え話ですけど、そのまあまあね、イメージはつきやすい。そんな感じなんです。ちょっと苦手だったんですけど、一応同じ理由で誘ってみたら、そのたまたまあのゲームセンターにドラムマニアっていうゲームがあるじゃないですか、はいはいはい、ドラム叩くやつ、ね、うん、僕めっちゃ極めてて、あ、ちょうどいいと思って、うん、それで入れた感じで。あ、もう今は全然仲いいですけど。メンバーの見つけ方が面白い。だいたい暇してるやつだよ。だいたい暇そうまあまあまあ、でも俺もなんかその誘われた側です。俺もなんか最初バンド始めたの。あ、そうなの？そうなんです、うん、なんかキウと俺もともとそんな、まあ顔見知りぐらい、塾一緒だったぐらいだったんだけど、うん、そんな喋ったことなくて、塾一緒だったってウケるな。塾が一緒だったね。で、あいつギター始めたぜって噂を誰かから聞いたらしく、バンドをや、ちょうどだからバンドを組むみたいな感じになって、でギターがいないってなって、あ、ドラムだ、ドラムがいないってなって、あいつドラム叩けるらしいぜっつって、で、俺誘われて、気づいたら俺ギターボーカルになってた。で、誘った方の2人はもう違うことやっててみたいな。はい。なんか悪いことしてない。全然してない。全然してない。相槌打たなかったらどうなるんだろうなって試してみて。相槌結構大事だよ。大事だね。大事ですよ。俺の仕事うんっていうことしかないからね。そう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 。でもそういうやっぱみんな意外と、うん、ね、最初は。まあ別に仲良くいいわけではないけどみたいな。仲いいってか、まあ普通になんか知り合いぐらいだと思う。あ、うん、そういうもんか。なるほどね。あ、じゃあ高校生の時とか軽音部とか入ってなかったの？いや、もう高校がみんなバラバラになっ バラバラになっちゃって。あ、そうなんだ。でもそれはそれでバンドはずっと続いてたんだ。そうですね。それはなんかいいね。ね、なんか、うん、地元が一緒で、友達から始めて、そうですね、中学生を卒業しても
まだずっと一緒にいるみたいな、ま、すごい友情だな。で、ここからはじゃあ普通にスタジオとかで集まって、そうですね、バンド活動をしていって、うん、って感じなんだ。そうですね。はあ、はあ、あ、まこっちゃんからの、あ、まこっちゃんさんからの質問です。あ、ですね、呼んで、違う、呼んで、先行ライエ先行ライオットへの出場はメンバーの誰が言い出したんですか。ってことですけど、先行ライオット出てましたよね。そうですね、はい、何年前だ、3、いや4年、あ、3年前出たんですけど、はいはい、3年前の言い出しっぺは自分ですね。あの、ラジオ聞いてて普通に、うん、で出てぐらいで、はいはい、応募して、うん、で3回自分ら応募したんですけど、2回ともなんかラジオで流されたんですよ、デモ音源が。おお、で毎回いけるんじゃん、いけるんじゃんってなって、余裕じゃん、余裕じゃんみたいな、ふざけんなあいつ。あんなにラジオではフレンドリーな感じしやがってみたいな。で3回目でファイナルみたいな感じでしたね。はいはい、確か一緒だ、あれだよね、ヤング、あ、そっか、あの時ってなんだ、ハッピージェームス、ハッピージェームスも一緒だったさね。だからあの、そのなんかその先行ライトの話がなんかその噂っていうか、その時名前しか知らなかった、名前を初めて聞いたのがそれで、自分は、うん、ですごいバンドが2組も沖縄から出たみたいな感じで、うん、なんかめっちゃやばい、なんかやばい、負けそうみたいな、なんかもう負けてる、いや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 、頑張ろう、頑張ろう、いや本当にね、だからすごいなんかなんだろう、結構年下だけどなんか逆、なんか結構なん、自分たち、自分的には逆、なんだろう、どうしてはなんだろうと、なんかしか言わんけど、ちょっと緊張しちゃう、緊張しちゃう、緊張しちゃうね。あ、そうです、いやいやいや、自分たちの方が緊張してますね。ありがとうございます、もう、ね、いやいや、出させていただいて。曲とかは誰が作るのか、は全部自分が作ってます。ああ、ボーカルのトウヤ君、はい、トウヤが作って、うん、で、あとはなんか、はい、感じをみんなに伝えて、なんかほら結構が、ね、楽曲がなんか面白いじゃん、うん、なんかあんまりちょっとこう聞き慣れないというか、あ、なんて言い方をしたらいいんだろうな、ふわっとしてるっていうか、まあまあ、ふわっとしてるって言い方はちょっと違うだろう。なんか本当に独特な、うん、オンリーワンな楽曲をいつも作って持ってくるので、うん、どうやってるんだろうなって率直な疑問はあったんですけど、どうやってるんですかね。一回自分で音源を作るんですよ、うんうんうん、で作って、あの、ね、なんで変なのができる理由が説明できない、変なのって言わないで。なんか俺が悪いみたいになるじゃん。まあまあまあ、まあ、形にしてなんかに、はい、普通にナチュラルにああいう曲になっていくって感じ。そうですね、すごい、やっぱあれかな、あの、伊集くんがいるっていうのもと映ってるかもしれない。伊集くんはね、確かに。でもさっきの砂場の下りは本当に面白かったけど、伊集くん、俺ごめん、ちょっと一個話したいエピソードがあって、言うよ、なんか急に、だからハイブリッドで練習してて、うん、したらなんか伊集くん来たわけさ、うん、ヘルメット持ってから。おで、ヘルメットそれポンって置いてから、うん、奥にあるフルフェイスのヘルメットを取っていったわけさ、うん、なん、あ、違う、逆だ、フルフェイスのヘルメットを持ってて、うん、だからあの、あ、頭だけ出てるやつあるさ、ヘルメット、はいはいはい、あれをってやつ、ね、ポーって持ってって、うん、あ、何すんのって言ったら、これの方が涼しいからみたいな感じで、そのままバイクで帰ると。普通じゃん、え、普通、涼しい、そう、涼しいのがいいんじゃない、ごめん、間違ってはないですけどね。間違ってる、間違ってる。悪かった、もうお前は今日、今日は相槌を打つわ、一対三な。うん、もう明確に分かってしまってさ。そろそろ曲の紹介をしましょうかね。あー、ごめんなさいね。いやいやいや、すみません。はいはい。おい、操作して大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、了解です。じゃあ、紹介を、うん、曲、お願いします、はい。曲の紹介をお願いします。了解です。あ、ちょっと3秒ぐらい待ってもらってもいいですか？いいよ、すみません。はい、あ、これにしようか。じゃあ、シャルマエケンアカネで行ってらっしゃいっていう曲です。聴いてください。今聴いてもらってるのが、シャルマイケンアカネで行ってらっしゃい。はい、これいつのやつだっけ。もう3年4年くらい前で、3年くらい前、これめっちゃ前です。これ、え、何年前。自分中3の頃、中学校3年生の曲。あ、そっか、4、5年。なんかいいな、中学校3年生の時から曲作れるっていう、うん、やばいよね。すごい暇なんだ。
みんな今の帰宅部なので時間はたくさんあると思います。俺この時多分俺ひたすらその同じ時期ぐらい、同じって15ぐらいの時、はい、1週間でできるロックギターってやつを30日かけて3ページ目終わらせてたぐらいです。この曲作ってる頃は多分すごいなぁ。ツイキャスにも音拾ってる。うん、こっち今拾ってなくて、だから声だけ流れてるな、うん、何か、そうですね、なんかシャルマイケンにお聞きしたいこととかあればぜひぜひコメントをいただければありがたいです。お、すげえ。次回のイベントでは戸谷さんは DJ をされるそうですが、どういった経緯があったんですかと。何でも知ってるね、まこっちゃんさん。まこっちゃんさんはやばい、すごいよ、やばい。俺たちが把握、俺たちも忘れか、何ちょっとあやふやな自分たちのライブイベントも全部覚えてるんですよ。すごい。見ても先行ライオットの下りとかさ、もうなんかいろいろ、いろいろ知ってる方なのよ。すごい。ヒユの誕生日も知ってる。そう、ヒユの誕生日も知ってる。で、ヒユの誕生日が誰の誕生日と被ってるのかも知ってる。すごいですね、それ。すごい人。で、その DJ を、K、 あれですね、ヤンゴーハラのリードギターの傭兵、はいはい、すごい仲良くて、はい、で、二人で遊んでる時に、うん、DJ やろうよって言われて、うん、いいよって。あ、じゃあ傭兵くんが言い出して。そうですね。あ、なるほど。どういう形でもいいから来てほしいって言われて、じゃあ出ますみたいな。なるほどね。はい。ということだそうです。みたいな感じです。はい。あと、小平ピッピさんからの質問です。戸谷くん、なんでベースボーカルしたかったのと。あれですね。モンゴルの曲が自分のきっかけだったんで、保育園生の頃は。保育園生の頃、はい。メッセージが出た時は、保育園生だったんで。でもその時からバンドにちょっと興味があってみたいな。そうですね、メロコは好きで。ああ、すごい。そうなんだ。保育園生の頃何聴いてたの？保育園生の頃俺あれ、あの、スマップのわーを聴いてた。V6 やつ。あ、V6。サワーになって踊ろう。まあ、あの辺聴いてた。ああ、俺はクイーン聴いてた。お前もお前で違う。We are the champion も幼稚園生で歌ってたわ。ボヘミアン・ラプソディとかです。幼稚園生が。幼稚園生がドンドンパッ。死に好きだった。やったもん俺。あ、もうこの子ダメだったもん俺。いや、まだカセットの時しか思った。ああ、そうね。キルキルキルって戻してから。CD なかったよね。CD なかったね。なかったよね、確かに。はい、はい、聞いていただきましたのが、シャルマイケン茜でいってらっしゃいという曲です。あ、はい、なんか聞いたら分かりますよね。なんかそのこういう感じかって、なんていうのかな、説明できないんだけど、なんていうの、この独特の世界観っていうか、うん、うん、すごい、なんかサビがすごい印象的ですよね。そう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 、うん、やっぱりなんかね、聞きやすいし、後ろのやつ、後ろの 音はなんか、なんだろう、幻想的な音っていうのかな、わかんないな。俺が本当に表現力が、語彙力が足りなかったの、語彙力が足りない、うん、今頑張ってひねり出したのが世界、なんだろう、幻想的、幻想的。はい、でも親父が好きだよ、なんか、そう、あ、シャルマイケン。あ、そうなの、めっちゃ親父が聞いてる。あい、時々会いに行ったらシャルマイケンいいよみたいな。お前の父ちゃんなんかたまにスイッチ入るよ、ね、たまになんか、本当にとか言ってくる。なになになに、あのバンドのなになにくんすごいいいね。そうそうそう。結構熱い方なんです。面白い、嬉しい、いい方です。いやまあ、ね、雑談の時間になっちゃうんですけど、そうだね。なんかもう雑談しきった感ちょっとあるよね。なんかじゃあ、なんだろうな、今度なんか イベントとかあるの？イベント、再来週の6月18日に、うん、あるんですけど、はいはい、那覇のアウトプットっていう方、あ、くもじの方ですね、はい、あれだよね、なんだっけ、はい、ホットモットの隣の、そうですね、ホットモットの手前の方ですね、はいはい、結構
結構アウトプット、あの新規のお客さんというか行ったことないお客さんが入り口を間違えるじゃん、いつもどこか分かんないみたいな、ね、ホットモットに入るみたいな、なんて言ったらいいんだろうね、あれな、ホットモットの隣居酒屋の隣にあるなんか細い階段、そう、それを地下に下がっていくと、来週の18日金曜日、あ、金曜日、日曜日です、日曜日で、はい、日曜日にシャルマーケンアカネさんがやってると、はい、はい、なんか他に誰が出るとかも、あのアーフロットオブサークルっていうあの東京のマジでうるさい、ま、マジです東京の俺個人的に今知らんかったマジか、いいなぁ、すげぇ見に来て、他の方は、はい、他の方は、あ、そのフロットオブサークルっていうバンドのワンマンツアー、うん、あ、ワンマンツアー、東京の全国ワンマンツアーっていうニュートライブっていうあのツアーなんですけど、はいはいはい、の、沖縄公演が、はいはい、6月17日にありまして、はい、でその沖縄公演が 2days で、はいはい、その2日目の18日18日日曜日ですね、うん、に自分たちシャルマイケのアカネがオープニングアクトとしてさせていただきます、はいはい、なるほど、やばいです、フラットオブサークルは沖縄来るの初めて、もしかして違う、どうなんですかね、そこまではちょっと情報不足なんで、すいません、めっちゃ昔よく聞いててから、来てたと思う、来てた、多分、あすごいな、なんかごめん勝手になんか個人的にびっくりしすぎた、かっこいいです、そうですね、いいね、他に何かあったり、今直近はこれで、今もこれはちょっと直近はこのライブが、うん、だっけ、うん、そうですね、ぜひぜひアウトプットに遊びに来てください、はい、ぜひお願いします、チケット予約とかもありますか、そうですね、チケット予約アウトプットさんに連絡とか、またはシャルマイケンアカネのツイッターとかアカウントやってまして、はいはい、まあ、バンドアカウントなり、個人のメンバーのアカウントなりに、ダイレクトメールかリプを送っていただければ即時対応しますので、即時すぐ対応しますので素晴らしい、ね、ということですので、6月18日日曜日、日曜日アウトプットで、はいはい、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、俺たちも一応その日ライブ被ってるんです、嘘、あ、そうなんですか、あ、じゃあ言わんとこ言わんとこ、うん、いやすいません、6月18日日曜日はぜひアウトプットへと、すいませんすいません、いい、すごい、なんかごめんなさい、優しい、今度なんかメンバーの伊集くんとかもなんか、そう、伊集くんね、ちょっとね、伊集くんと今日めっちゃ来そうだったんですよ、今日めっちゃ来そうにしててでも来なかったんだ、来なかった、あ、なんか来てもなんかちょっと4人もいるじゃないですかメンバー、うん、で今自分たち今日ちょっと泊まってるんですけど宿に、うんうん、4人で、はいはい、2人はお留守番して2人は行った方がいいんじゃないみたいなっていう形になって、1人だけ留守番はちょっとそうですね、ちょっと寂しいんで、もうなんだったらもう4人で来た方が良かったかもしれない、あ、まあ、それはそうなんですね、次回ちょっとそれで、そうですね、合わせてまた呼んでいただきたい、呼びたいですね、あ、あれらしいよ、先ほどのまこっちゃんさんから、はい、そのシャルマイが出るフラットのその2日目のイベントは、はい、アーモリナイトといって、そうですね、 MC なしで踊れる曲ぶっ続けでやるそうなので楽しみ、これは相当やばいやつですね、青森ナイトってことじゃあ青森フリーってこと、どうなんだろうね、あのフロットサークルさんが、今年の1月にあの東京の方で、うん、あのもともと鬼殺しナイトっていう自主企画のイベントをやってたらしくて、そのボーカルの方が鬼殺しが好きでそれが高じて生まれたイベントらしいんですけど、鬼殺しやばいでしょ、それがそのノン MC のぶっ通しのライブらしくて、あ、それが今回沖縄公演で復活するとのことで、はいはい、それでその沖縄にちなんで泡盛ナイト、あ、で副題が鬼殺しナイト琉球編っていう結局鬼殺しなんかいっていう怖いねやばいね、なんかもう聞くからに恐ろしそうなイベントなんですけど、すごい楽しそうで、ね、ワクワクしてます、逆にお酒飲めなくてよかったね、そうですねそうですね、まだ未成年っていう法律に守られてる、 れてるね、本当にすごいな、楽しそうですね、一応そうですね、はい、すごく楽しそうで、うん、いいな、ノン MC でノンストップなのがすごいですよね、すごいね、多分これ DJ じゃないよね、なえどういうことだろう、踊れる曲ぶっ続けでやるってことは、あ、じゃあ自分たちの曲をライブをずっとやるってことだよね、おそらくだと思います、うん、
や、大丈夫なそれちょっと自分たちもノイムシーでやった方がいいのかな、うん、想像しただけではずっと喋った方がいい、ね、ずっと喋っとくか逆に逆に喋る一曲だけやる一曲だけやってめっちゃ生意気だよねやらないですそれやらないですロックスターだよ、ね、ロックスターちょっと怒られちゃうのねえ、トウヤくんはモンパチがさっきほら、はい、あ全然話変わるけどごめん、はい、なんかあのなんていうのきっかけになったっていうけど、はい、え、どうなの松戸くんは。自分はきっかけきっかけっていうかっていうか、まあきっかけはトウヤくんになっ、まあそうですね、んだろうけど、きっかけ影響はもうトウヤなので完全に、うん、その時聴いてた音楽とかはその時、一番好きなのがマキシマムザホルモンですね。マジ、はい、俺も好きだった。あ、マジですか、うん、懐かしい。そう、あの小学校5年の時に、うん、親の携帯になぜか知らないけどマキシマムザホルモンのつめつめつめが入ってしかもお母さんの携帯なんですよ、うん、お母さんなんかあったんだろう、お母さんなんかあったんだろう、ね、ちょっと逆に今聞けないんですけど怖くて、あの時さそうだ、いつか切り出してみます二十歳になった誕生日の日に聞いてみるとか多分なん大人になれた、ちょっとは言ってくれるはず、素直に、ね、ちょっと大人になったらちょっと聞いてみますちょっと聞いてみてなんかさ、ずっと前に去年今年の1月何日か、はい、覚えてないけど下田さんっていう沖縄のロックスターがいるんですけど、その人がアウトプットでイベントあって、はいはい、バンドマンカラオケ大会っていうのがあったから、はい、マス君出てから、はい、つめつめつめを完璧熱唱、はい、うわやりましたね歌いそうちょっと息切れしてたよね、息切れしてた、気づかったスーハースーハマキシマムザホルモンか、恥ずかしながらステージ上で一人でヘッドバンしてましたいいねあれは、ね、やっぱスラップとかそういうのも一応もうたまに家でこっそりやってます。こっそり家でまだステージ上でできるほどじゃないんで、こっそりいいな、懐かしいな、通る道だもんね、うん、うん、そうですね、ホルモンはホルモン、俺それまであの洋楽の R&B とかヒップホップとかを中学校の頃はほら、うん、周りが聴いてたからそう、聴いてたけど、うん、その友達がじゃあ CD 焼いてあげるよっつって、うん、あのそれ貸してあげるからっつってで焼いてくれて、なんか普通になんか R&B ヒップホップの中に、うん、あのマキシマムザホルモンが1曲だけ俺の時もガーンって入ってたわけ、もうそれ聞いてやっぱーみたいな、やっぱあのなんだろうね、なんかすごいファーストインパクトが強いバンドだよ ね、 そうですね。あ、俺初めてマキシマムザホルモンあったのは、うん、駄菓子屋、駄菓子屋、駄菓子屋でラジオで流れてた。あそうそう、ラジオでマキシマムザホルモン、お菓子やれんだろう恐ろしいデスボイスなんだこれってから、あだいぶメランコリックなシチュエーションだな、懐かしい、いやどうしよっか、もう一曲、うん、流せるのであれば流せる曲、流しちゃっていいですか、うん、どうぞどうぞ、じゃあいいですよ、準備してください、次はこれでいいよね、それでいきますか、じゃあ、おい流れ DJ、 あ、じゃあいきます、はい、シャロマイケンアカネで奥行きディスカッションという曲です。昨日やってたよね、昨日やってない、昨日やってない、昨日やってない、すいません、いえいえ、まこっちゃんさんからの質問です。シャルマイケン、アカネさんは今後新音源の予定や目標みたいなものってありますかと。あ、新音源は今撮ってて、あ、もう撮り終わってて、そうです、一応まあ絶賛制作中です、ね、そうです、今日もやっ、今日この作業もやってきたんだよね、それで今また同棲生活みたいな、あ、一泊二日の同棲を、缶詰みたいな感じなんだ、そうです、ね、すごいな、結構順調、めっちゃいい感じです、おー、いいね、多分ちょっと今日も聞きながらニヤニヤしてます。やば。気になるな。ぜひお楽しみにしててください。フルアルバムになる感じ。そうですね。フルアルバムです。おお、やばいね。すごいな。俺たちも頑張ってフルアルバム作らんとね。いいよ。いやー、すごいな。もうじゃあ全部。あれは撮り終わったの、なんかどっちかパートは撮り終わったの、あ、もう全部撮り終わりました、あ、全部撮り終わった、あ、ミックスマッチ、ミックスマッチ、あ、なんかミックスも一緒にやってる感じで、そうです、ここはこんなで、いろんな感じでいいですね、ジャケのデザインとかじゃ今から決めて、そうですね、
発売日もなんか、まあ、後ほど決めてみたいな、はい、これからいいね。この後じゃあ、CM そのまま CM です。はい、します、うん。今も何曲ぐらいあるの？自分50ぐらいですから、多分バンドでできるのは50ぐらいぐらい。いや、すごいなんかあの、昔ウォークマンって流行ったじゃないですか、うん、あれに自分のアルバム入れるのが趣味だったんですよ自分で作ったアルバム。そうなんですよ。いや早くなんか自分っていうアーティストの その新作が聴きたくてずっと曲作ってたんですやっべえやっべえ早くあのウォークマンのギガ数をいっぱいにしたい。そうですね一応ギガって1000ぐらい入るからね言うてあ、でも、CM 入ってくるから、またちょっと変わってくる。俺さっき、現在時刻だけ見てたから、全然時間が進まないなって、ちょっと焦ったら、やばいな、今日みたいな。メンバーやっぱそのなんていうのずっと まあ宿泊先で喧嘩とかしたりしない？喧嘩はないですけど。喧嘩はない。その勝也、勝也、見たの勝也が、はいはい、ギター弾けないって泣き出してで最初は泣くな頑張ろうぜみたいなっていうそのちょっとドラマチックなことをするんですけど、3日目ぐらいそれやりよったんですよ、うん、で2日目ぐらいから、うん、マジで泣かんでいいからギター弾いてみたいな終わらんから早くやろうみたいな。そういう風になるよね。なりますね。そこうちもゆういちがあの歌えんっつって泣いた時があったらしくて、その時俺あのメンバーにはまだ入ってないんだけど、うん、あのこのスタジオのなんていうの待合室みたいなところでこの座って、はい、携帯ちょっとたくさん、はい、その時に歌えんって聞こえたからみたいな。マジ極限だってこんなにも自分が作った曲が恨めしいと思ったからマジで。田中さんこんばんは。こんばんは。お茶。お茶。ありがとうございます。曲作らんと。もらおうかなじゃん。ブンバの夜なんです。はい、なんなんそのテンション。はいじゃあ、はいね、今日はゲスト、はい、シャルマイケンアカネを迎えてお送りしております、はい、ブンバの夜なんですです。はい、はい、聞いていただいた曲はシャルマイケンアカネさんで、はい、奥行きディスカッションっていう曲です。はい、はい、これもいい曲でしたね。いい曲なんか勢いがありますよね、やはり、うん、ありがとうございます。やはり
さっきもちょろっとほら、曲が流れてる間中お話ししたんですけど、はいはい、今ほらあの泊まり込みでレコーディング作業中だと、はい、でメンバー仲はどうなのかと、あやはりなんかなんだろう、ほらレコーディングって結構なんだかんだずっと楽しいわけじゃないじゃん。そうですね、なんかピリピリしたりピリピリしたりするじゃん、ね、なんかその時どうなんだろうなと思って、うん、ピリピリ、まあ、メンバー仲自体は悪くないですね、悪くはない、なんか結構タイプにタイプが分かれてて、シャルマイケンは、うんうん、松戸はあのずっとこんななんですよ、ずっと、うん、どんなにピリピリ起きてもずっとこの松戸でいて、勝也はすごい情緒不安定っていうか、ギターの勝也もう今日最悪な日だとか、だとかあの浮き沈みが激しいです、やばいね、意地は常に適切 なんかアドバイスをする、実はめちゃくちゃ冷静で、いつもその勝也調子乗ったらまた失敗するんじゃんとか、うん、って言って勝也がそんなわけないさって言って失敗して、失敗してすごく落ち込むでそれをね松戸が慰めたり伊集が慰めたりっていうのがあるんで、勝也くんがじゃあ意外とムードメーカーなのかもしれない、割とそうですね、あいつが一応流れを作ってくれるんで、空気の流れは飽きはしないですね、それで周りが反応するみたいな、そうですね、あ面白いねさっきのほらあの下りとか、え話したら大丈夫なの、 あ全然大丈夫大丈夫あれあの、ね、ギターが弾けないってやつ、ギターが弾けなかった時のやつ泣き出してで、いやもうあれっすよね、最初は頑張ろうよって言うんですけど2日ぐらいやられると、うん、もう弾こうよに乗るっていう、ね、もうそろそろさっつって、もう弾こうって、もう泣くのはいいけどさって前に進もうって、そうそうそうなんか録音しないと帰れないから面白いよね、本当に、うん、あんたもでもそういうところあるよね、まあ、俺多分でもその情緒不安定タイプでしょ、多分そう、あなた情緒不安定タイプ、ちょっと勝也に似た、もしかしたらなんかそんな感じかもしれないね俺なんかも意外と、あ、そうなんですね、うん、あ、そうなんですか、このメンバーのどちらかといえば俺もあの、まあ、的確なアドバイスはしてるか分からないけど伊集くんタイプでずっと一緒でこんな人座ってるわけ、あちょっと冷静に見てるタイプ、そうそうそう、冷静に見てるタイプで、で、比喩は比喩であのまあ、ゆういちが何かあったら、ゆういちみたいな頑張ろうみたいな、これ終わったら飯だみたいな感じそういうイメージなんで、で、ケントはケントはお得な情報を教えてくれるよ、お得な情報時よりお得情報、そうそう、今日味噌汁30円引きってよみたいな、モンストで何々が強いとか、なんかそうそうそう、いろんなちょっと小技を教えてくれる人、そうそうそう、そういう感じですね、うん、なんかやっぱメンバーっていろんな個性のぶつかり合いだもんね、そうですね、意外とね、それでうまくバランスを取ってるような感じなんだね、うん、そうね、もう本当に針の上に玉が乗ってるようなバランスだよね、そうですね、うん、それは思います、とってだからこそ日によってライブが変わるんでしょうね、そうですね、うん、なんでこんな真面目な話になったんだろうライブは生き物ですね、本当に本当ですね、いやでも本当もうそろそろでも、もう結構お時間も、あ、もうそんな時間ですか、しまって、そうですか、うん、どうでした、なんか今日ラジオなんかちょっと、はい、俺はあまりに喋るのが下手だったやつだけど、ちょっといやいやいやなんかだからそのシャルマイの良さを伝えきれてなかったやつだ、いやいやいや、それは本当に申し訳ないです、本当に申し訳ないです、いやいやいや、ごめんなさい、本当にいいバンドなんで、もう一回リベンジさせてください逆にまたやりたいです、はい、ぜひぜひまた遊びに来てください、本当に、うん、今日は楽しかったです、今日こういう機会いただけて、あ、いえ、そんな、いやいや、楽しかったです、昨日急に行ったんですけどね、そうです本当に急で、今日連絡もらうまで、そうそう、大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございます、ゲストでシャルマイケン茜が来てくれました、ブンバの夜なんです、また来週も見てくださいね、ありがとう、ギリギリだからすいません、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。今日聞いてくださった方々ありがとうございます。ありがとうございます。今日ゲストにシャルマイケン茜さんが遊びに来てくれました。はい、ぜひ6月18日アウトプットでイベントありますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあ今週のブンバーの夜なんです、これで終わらせてもらいます。ありがとうございました。ありがとうございました。